こんにちは、ニクです。今回は NiziU のポッピンシェイキンの TikTok を見ていきたいと思います。なんと今日は NiziU ポッピンシェイキンダンスチャレンジ、マヤ、アヤカ、ニナということで、このね3人にはね、私と深い由来というか深い結びつきがあって、マヤちゃんはまず私の推しじゃないですか。そしてアヤカちゃんとニナちゃんは私がミーグリでお話しした2人なんですよ。なのでもうめちゃくちゃ可愛いのは分かっているんですけど、もう早速ね見ていきたいと思います。普段は NiziU の最新情報や考察や感想などをお話ししていますので、チャンネル登録、高評価、そして Twitter と Instagram のフォローも概要欄からお願いします。昨日もそうなんですけど、ダンスのフォーメーションが今まで2回とも結構ね違ったんですよ。なのでそこにもね注目していけたらいいなっていうふうに思います。いきます。みんな結構なんか身長が高めのコンビでも、まやちゃんって高いのかな、お二人は高いですよね。ニナちゃんの今の見ました、服、これめっちゃやばい、これやばいね、この服、待って、やばすぎ、ちょっと一瞬で追いつかなかったんで、もう一回普通に見ますね。やば、めっちゃ可愛いんだけど、みんな手が長いね。なんかまやちゃんがちっちゃく見えるのが不思議なんだけど、ここにいると。待って、渋滞してる。ちょっと次、あやかちゃんからいきます。てかスタイル最強すぎるんだけど、やばくない？てかダンス本当に、待って、切れちゃってる、もうちょっとこっち来て、ここかわいい、かわいい、待って、足長すぎません？ちょっと待って、めっちゃ長いわ。じゃあ次がニナちゃん、めっちゃこの服やばすぎ。てか何色にしても似合うんだけど。見ました今の。ちょ待って、ニナちゃんのね、目の使い方がうまい。上手。見ました。もうこの流し目の動きがめっちゃ可愛かった。最後ね、まやちゃん見ていきたいと思います。可愛いよ。待って。めっちゃ可愛いんだけど。まやちゃんもね、表情がやっぱ好きなんですよね。ここ座るのね。あ、前ですね。リマちゃん方式の場所だ。かわいい。もうこれ大好き。ちょっと。めっちゃ可愛いんだけど、どうしよう。いや、今日のね、3人は結構身長高めというか、まやちゃんがむしろちっちゃく見える感じで、この、今回もね、ポッピンシェイキンのこの3人見れて幸せなんですけど、まず、あやかちゃんね。あやかちゃん、どんどんダンスのスキルが上がってません？なんか歌も、私結構、NiziU の方に、あやかちゃんの歌が急成長してるみたいなこと聞くんですよ。で、私もすごく思うんですよ。なんですけど、今回やっぱダンスも上手くなってるなって思って、でもダンスはちょっと前から思ってて、かなりあやかちゃんの急成長が激しいなっていうのは私は思ってます。そして、あやかちゃんが右で切れちゃった時あったじゃないですか。もうあれもね、ちょっとあやかちゃんらしいというか、もうそこも可愛いなって思って、真ん中のね、ジョイナスのとこがもう本当にね、あそこのセンターでずるいなって思うぐらいもう超可愛かったですね。で、衣装も本当に似合ってた。もう本当に似合ってたんで、もう完璧だなっていうふうに思いました。そして、ニナちゃんね。ニナちゃん結構この、毛先っていうか、ちょっと変わったところに色が入ってたと思うんですけど、前みたいにバッて色変えるんじゃなくて、今回も普通の人がやったら似合わない髪じゃないですか。前の赤もそうなんですけど、あの色をね、やっぱすごくうまく似合ってるのはやっぱニナちゃんだなって思ったんですけど、今回のこの青もめちゃくちゃ似合ってたし、ニナちゃんってね、表情の使い方が本当に上手で、なんかちょっと澄ましてる顔とかもすごく可愛いので、今回もすごく可愛かったなって思ったし、衣装ですよ。あれのね、後ろをね、拝める日が来るとはね、ちょっと思っていなかったので、ちょっとしっかり拝ませていただいたんですけど、めっちゃすごいの。あれ、私他の服屋さんとかで見たことあるんですけど、あれ絶対に無理じゃないですか。でも、ニナちゃん着るとめっちゃ似合ってるから、すごいなってちょっと思っちゃって、やばかったですね。はい。そして、まやちゃんなんですけど、まやちゃん本当に可愛かったですね。もうやっぱね、なんかまやちゃんっていつも大人っぽい感じなんですけど、今回は可愛らしいまやちゃんというか、私まやちゃんがこのスタイリングの時、個人アーシャみたいなのが出た時に、まやちゃんがちょっとギャルだなって思っちゃったんですよ。で、ギャルなんだけど清楚っていう風に思ってたら、結構これで見たらね、普通にこの髪ストレートで、この踊ってるまやちゃんがかなり清楚に見えて、あ、なんか結構やっぱこうやって動いてるの見るとギャップがあるなっていう風に感じたし、まやちゃんのね、首の使い方がちょっとリオちゃんに似てるような気がして、わかんない。結構その鬼組で仲がいいからかもしれないんですけど、まやちゃんのね、この角度の付け方も私すごく好きなので、もう今回もね、めちゃくちゃ可愛かったなっていう風に思いました。もう、総じてね、3人とも最強だったわけなんですけど、今回のこのポッピンシェイキンダンスチャレンジを9
10人分見て思ったのが、やっぱりこのまだ MV とか出るかわからないんですけど、ダンスとかをねちゃんと細かく見れたりとか、20ラボも見れたんですけど、このお洋服ではなかったじゃないですか。なのでこのテイカーピクチャーポッピンシェイキンの衣装でこうやって踊ってくれたのが私的にはすごく嬉しかったし、しっかりね今回衣装をねまじまじと見ることができて、9人分なんか新しい発見があったなって思ったし、やっぱね333で分けるの最高だなっていうのは感じました。2人2人でダンス踊るのも好きだし、1人ずつも全然好きなんですけど、3人ってすごい見栄えいいなって思ったので、やっぱねこの9人揃った20ってもう最強なので、今回の2曲も本当にすごく楽しみだなっていう風に感じました。で逆にポッピンシェイキン結構出てるじゃないですか。もう20ラボからもうフルからこうやって今回みたいに TikTok が出ていると思うんですけど、逆にねテイカーピクチャーってちょっと謎に包まれてるっていうか、コカ・コーラの CM ではもうね逆に先に聞けたわけなんですけど、そっからそんなに長く聞けることもなかったし、そんなにテイカーピクチャーに対して情報が出ていないので、すごいね楽しみになってきたなっていう感じですね。私的にはねテイカーピクチャーが先に出るのかなっていうふうに思っていたので、こんな風にねポッピンシェイキンがもうブワって CM にも使われて、もう一番もうダンス付けで見れてみたいな感じで見れると思っていなかったので、テイカーピクチャーの方がまだ出していないところがあるっていうことは、 MV とかはテイカーピクチャーがやっぱ優先で出るのかなっていうのはすごく感じてます。ちょっとねこの MV 理論なんですけど、まあ、MV がね私2曲出るといいなっていうのはね変わってないんですよ。両 M ってね言ってるぐらいだから2曲出たら嬉しいなっていうのは今もね変わらないんですけど、ただやっぱ20ラボっていうのをすごく今回大きく打ち出していて、ソフトバンクさんってすごく大きな会社じゃないですか。でそのソフトバンクさんと20が契約をして両 M の方のポッピンシェイキンをガッて打ち出しているっていうことは、私はポッピンシェイキンの MV は出ない可能性もあるのかなっていうふうに感じていて、まあそれはね分かんないです、まだ分かんないんですけど、どっちかしか出ないってなったらやっぱテイカーピクチャーなのかなっていうふうには思っていますね。っていうのもミヒシちゃんがいない問題だけはねちょっとうーんって思うので、ダンスプラクティスとか、まあ、できれば MV を出してほしいんですけど、ソフトバンクさんがすごい NiziU のことを使おうと思って、多分ポッピンシェイキンの方をすごい宣伝しようみたいな感じでしてくれてる中で、ソフトバンクさんがお金と時間をかけて用意したあのステージの時間だったと思うので、そこはもしかしたら MV が出ない可能性もあるのかなっていうふうに感じて、そこはちょっと分かんないなっていうのは思いましたね。でミヒシちゃんのコンテンツも用意してくれてるっていうのは本当にソフトバンクさんの本当にご厚意だと思うので、あれのね接近やったらやばいんですけど、ちょっとね楽しく待ちたいなっていうふうに思ってるし、ちょっと MV に関しては私はこういう意見でまだわからないというか、どっちか出るとなったらテイカーピクチャーなのかなっていうふうに感じてるんですけど、ちょっとこれに関してはねわからないので、この今回の TikTok に関してとこの MV についての皆さんの感想を聞いてみたいなっていうふうに思うので、コメントで書いてみてください。そんな感じで本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画も見てください。それではバイバイ。はい、これからね実はネイルに行くんですよ私。で結構今時間がねやばくって、このネイルがねもう死ぬほど伸びちゃってやばいので、もうそろそろ変えたいなって思ってるんですけど、ただそれまでにね私今ポッピンシェイキンのこの TikTok の動画を出したいと思ってるんですよ。なので1時ぐらいまでにこの動画が出たら、お肉ちょっと編集間に合ったなって思っていただければ嬉しいですし、ちょっと間に合わずに3時とかに出たら、あお肉編集間に合わなかったんだなっていうふうに思っていただければいいなって思っていて、これをね撮影してる段階ではいや結構ギリギリっていうか、多分編集できないかもなっていうぐらいの時間なんですけど、やっぱね早めに皆さんに届けたいなって思うので、私もこのね11時4分に出ると予想したんですよ今日の TikTok が。で2分ですね、今日はちょっと早かったのでダッシュで撮ったんですけど、間に合ってるといいなっていうふうに思ってます。はい、ちょっとこの結果皆さんにしかわからないので、私もねこの上げた後にね、あこんなこと言ってるなって思って頑張りたいと思います。ちょっとねネイル行ってきます、すいません。そんな感じです。